皆さんこんにちは、浦田です。この番組では皆さんが気になる商品を5分で分かりやすく紹介していきます。毎日更新していますので、チャンネル登録、ご評価、コメントよろしくお願いします。なお在庫確認やカスタムのご相談はパドック店頭まで直接お願いします。コラボ企画リクエストも随時受け付けております。お気軽にご連絡ください。さて、今回ご紹介する商品はこちら、サイタックメガフィット T ホルスター、サムリリースタイプ右用、150種類以上のハンドガンに対応する汎用性の高いホルスター。模型パドック YouTube チャンネルメンバーシップ開始しました。メンバーになるとオリジナルのバッジの表示や絵文字がコメントやチャットで使えるようになります。メンバーシップレベルは月額の異なる3種類をご用意、その他の特典も随時増やしていきたいと思っておりますので、応援のほどよろしくお願いします。はい、サイズですけれども、この縦が約151ミリ、この横幅が約110ミリ、で厚みがこのパドル部分はねちょっと含まずで、だいたい53ミリとなっております。で、重量は 215.5g、 これは実測で測りました。まあ、若干の個体差はね多分あると思います。このモデルはリリースボタンの位置を親指で、引けるように、なっておりまして、ドットサイトが装備されていても使用できるようになっております。で、この親指でロックがリリースできるようになったことで、より素早く正確な操作が可能と。で、ドットサイトはダイレクトマウントされたコンパクトドットであれば基本的にはね、対応しております。で、ベルトループが付属しておりまして、ベルトに取り付けることができ、このモールへの取り付けはですね、別売りのモールアタッチメントが必要となっております。でね、これさっきちょっとね触ってて思ったんですけど、ここね、マイリトルのラバーがねここに貼られてるんですよ。だからね、これね、普通のやつと比べても非常に滑りづらいんじゃないかなと思います。で、まあ、今回ね一応いろんな銃で試してみたかったんですけれども、一番ねこのホルスターあんまりなくて大変だなという5.7持ってきてみました。はい、でこの5.7でもほら逆さにしても落ちない、素晴らしいね。はい、はい、もう一回いきますよ。はい、奥さん見てて、ヘンドリスの奥さん見ててくださいね。はい、せーの、はいね、落ちない、素晴らしい。5.7でも、まあ他のね、機種でも150種類ぐらいは基本的には、まあまあまあガバ系でもグロックでもシグでも大体いけちゃいます。で、ちなみに、デザートイーグルはギリギリ入るか入らないかぐらいなんですけど、まあ、デザートイーグルはデザートイーグル専用ホルスターがあるんで、そっちの方が多分使いやすいです。調整はね、ここの4つのこれは六角のね、ビスがありますけれども、ここでこの幅をね、わかるかな、バネで、ね、調整できるようになったので、テンションがかかってるんで、この幅をこのビスで調整してもらう、それでこの銃が入るようにしてもらうという形でございます。はい、で、まあね、こうやっても抜けないですね。まあ逆さにしても落ちなければいいんで、はい、ということでね、実際にちょっとね、自分でつけて、打ってみたいと思います。はい、シューティングレンジやってまいりました。はい、じゃあね、ホルスターの方ねやっていきたいと思います。で、5m ね、ターゲットで見せる。はい、まあ、じゃあハンズアップで、2人ゴー。普通のスタンドでね、はい、普通に、使いやすいホルスターだと思います。ただ5.7ね、なかなか他のホルスターないって言ってこれいいんじゃないかという話だったんですけど、実はねちょっとね、このマガジンキャッチが少しだけね当たるんですよね。まあ、こっちがホルスター側を削っちゃうって言ってもちょっと部分的にちょっと難しい気もするんで、そうするとね、こうマガジンキャッチ当たった時にね、ちょっとマガジンが外れる時がたまにありました。だからまあ気をつけてね運用してもらえれば問題ないと思うんですけど、ちょっとそこだけね5.7ではそういう現象が起きる。他の銃でももしかしたらね当たるのあるかもしれないですので、それは皆さんね、汎用ホルスターなんてどうしてもそういうこともあるんで、一応チェックしながらねやってもらえればと思います。非常に使いやすいサムリリースタイプのねホルスターだと思います。はい、いかがでしたでしょうか。皆さんもぜひ使ってみてください。さて、今回ご紹介したのはサイタックメガフィット T ホルスターサムリリースタイプ右用、ご購入は模型パドックのホームページからお願いします。画面の QR コードか概要欄にもリンクがありますのでチェックしてみてください。この番組は毎日更新しております。皆様からのチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。コラボ企画リクエストも随時受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまた明日お会いしましょう。バイバイ。